はい、皆さんこんにちは、ベンマックスです。いろいろ最近デジタル時計買ったわけなんですけれども、特にね、最近チープカシオがちょっと気に入っちゃってね、同じモデル、この間はこれをちょっとレビューしたんですけども、同じモデルをですね、もう一つ新品未使用の状態で買ってしまいました。で、思うんですけどね、これもね、オリエントのやつはもう中古で買ってみたんですけれども、まあ最近こう集めてて思うんですけれども、やっぱりカシオさんの凄さっていうのは本当にすごいですよね。ボタンなんかこの安い価格帯なんかでもね、ちゃんと一発で動きますからね。もう全然そんなの気にしないで普通に使ってましたけど、これって当たり前なことじゃないんですよね。オリエントさんなんかな、この辺なんかこう触ってますとですね、まあ、ここは古いっていうのもありますけれども、まあこれ動いたまたま動いてますけど、あ、これも動いてるな。5秒6とかね、まあこんな感じで、まあ、こういうふうに、まあ、使っ、うん、まあこれは普通に使えたんですけども、これはね、前僕が気に入っていた時計で再生させたんですけれども、これなんかはですね、ほら、どうしても なかなかボタンうまく動かないことが多くてですね、でやっぱりちゃんと、まあ、まあこれは動いてますけど、ね、これはリセットが効かないとかね、リセットがこうなかなか効かないわけですよ。あとリセットになった。で、なんかね、こういうふうにあるんですよね、なんかいろいろね。これなんかこの新品未使用での状態で買ったんで、もう簡単にサクサク動くんですけれども、まあ年代が年代っていうのもあるんですけども、やっぱりカシオさんのデジタルの凄さっていうのはね、もうすごいですよね。やっぱりカシオさんはデジタルはすごいですね。なんか最近はね、アナログの方に走ってますけれども、ボタンなんかも、もう当たり前のようにね、ピッピッと動いてね、あ、こっちか、こっちのリセットですね、素晴らしいですよね。まあこれなんかはね、もうディスコになっちゃいましたけども、このね、アナログのも最近はもう力入れてて、まあ、昔からアナログの G-SHOCK って結構好きだったんですけれども、もう最近はもうだいぶ主流になってきちゃって、まあ、こういう薄型のね、かっこいいものとか出てきて、まあ、最近はですね、カシオさんの凄さっていうのはね、ひしひしと感じてます。まあ、これなんかはね、これもデッドストックで手に入れたんですけど、これ4000、値段4000ぐらいなのかな。これを1万2000で手に入れました。まあバカですね。ですけど、これがやっぱり気に入っちゃってね、気に入ってるんですね。で、まあ、これ僕腕につかないんで、ちょっと、足りないんですよ、コマが僕の腕に。なんでちょっと、バンドをね、探して取り付けたいかなと思っております。でそしたらまた使い始められるなと思ってるんですけれども、でこの間これお話ししたんですけれども、二次電池って言ったんですけれども、これ二次電池じゃないらしいですね。
あの、なんだろうな、あの、なんていうのかな、蓄電式のコンデンサーですね。コンデンサーっていうのが入ってまして、ですね、まあ、コンデンサーって普通あの回路なんかに入れると、あのポート、あの、まあ、マイコンのチップのね、端子に入れるときに、電気を入れるときに、ポートっていうのがあるんですけれども、そこにね、激しい、なんていうんですか、5V の、まあ、仕様のものだとしますと、まあ、ノイズなんか入っちゃったりして、5V 以上にバーンと上がっちゃったりするんですよ。そういう時にクッションのためにコンデンサーっていうのを入れて、で、まあ、ノイズが入らないように一回そこにこう、なんていうんですかね、溜めて落ち着かして、で電気を入れるっていうような使い方をするんですけれども、そのなんていうんですかね、それをでかくしたやつですね、コンデンサーっていうのは。それをでかくしたようなやつをですね、この中に積んであって、ですからここに、ちょっと見えるかな、わかんないんですけど、バッテリーレスって書いてあるんですよね。だから二次でバッテリーが入ってない、これにはバッテリーが入っていないんです。でコンデンサーなんです。でそれでですね、この周りっていうのはですね、もうなんていうんだろう、プラスチックなんですよね。G-Shockと違って、ウレタンじゃなくてプラスチックなんで、まあ、長く使えると思います。劣化しないだろうから。で、まあ、バンドはね、これは樹脂なんで、劣化しちゃったら、まあ、ダメになっちゃったらなんかに付け替えると。樹脂かないですね。これかれこれ2011年の製品なんで、ですね、もう9年ぐらいで、それの前の型番のこれ AR190 って言うんですけれども、 AR180 っていうのがね、20年ぐらい持ってる人で動いてるって人がいるんですよ。だからこのキャパシティですか、コンデンサーね、劣化がもうほとんどないんで、長く使えるっていうね、時計なんですよね。これやられたらね、これ今もう廃盤になっちゃってますけれども、電池メーカーの泣かせる、まあ、時計ですよね。ちょっとこっちもちょっと開けてみたいと思います。川島さんのちょっと初めて手に入れたんです。最近ね、ちょっとチップ貸しがちょっとハマってるんですよ。プチハマりしてて、でもそんなにやたらめったら買わないで、まあポイントを抑えて買ってるんですけれども、これなんかね、これは金属なんですよね。これだったら長く使えるなと思ったんですけど、見事に私の腕にね、はまんないんですよね。全然来てないんですよ。私腕の前、手首20センチあるんで、ちょっと規格外と言いますか、ちょっとダメですね。でここはね、金属かと思ったらプラスチックなんですよね。ただ塗装してあるだけっていうことで、やっぱりね、この、コンデンサーが蓄電のコンデンサーがね、僕の心を捉えたというか、二次電池じゃないっていうところがね、いいですね。先代のやつも AL180 っていうのはね、20年以上動いてるらしいんで、これも20年動いちゃったら、私はもう70代ですから、もうちょっと飽きてる頃かなっていうふうには思ってます。そうですね。でもまあ時計好きは、
一生治らないだろうなっていうのは自分では思っていますけれども、また新しいのが出たらその時にまた気持ちが動いて買っちゃうんだろうなと思ってます。まさかね、こんなのね、自分でもこんな買うと思わなかったですからね。これは下側にあの太陽でソーラーがあるんですね。太陽電池がこう押してですね、こうすると2、3、4でこういう黒のグラフなんですよ。止めるじゃないですか。んでこうすると0、7秒0、10分の1までしか出ないんですよね。ここでリセットなんですよ。ただね、これのね、なんか見た目がね、最近ちょっと自分の中でプチブームで、こういう昔のデジタル時計っていうのが自分の中でちょっと来ていて、ちょっとブレイクしてるんですよ。これね、最初にこれをね取り出した時に、これ中学生の時に使ってたって言ってたんですけども、これをね取り出した時にやっぱちょっとこれ動かしたら今かっこいいんじゃないとか思い始めてましてね。で、使ってるわけです。でこれはね、この上についてる太陽電池よりも前に出たタイプなんで、このモジュールがねちょっと古いんですよ。ですけどケースのシェイプがねなんかすごいんですよね。これ、今のオリエントさんに聞いても分かんないと思いますけど、答えられる人いないと思うんですけどね、これハンドグラインドじゃないかな。こんな、なんかプレス機なんかこんなのあるのかなと思っちゃうんですよ。このシェイプといい、そそられますね、これね。これ最近使ってるんですよ、よくね。あ、ちょっと最近のちょっと、私の思うところ、考察ですね。やっぱりカシオはいい。ボタンが当たり前のように動いてくれて、ボタンが当たり前のようにこうちゃんと動作させる、モジュールを動作させる、すごいあっぱれです。ちゃんとしたこう昔からの作り込みが しっかりしていて素晴らしい時計だと思います。カシオ最高。そういうことで今日は終わりたいと思います。失礼いたします。